私自身も幼少時からじゃあ見えたのって聞かれることは多いんですけど、いやそんなことない。その霊能者のおばに連れられ神社仏閣参りをしながら、今私が泣いてないとか、やっぱりその積み重ねの中で割といろいろこう感じるものが、もしかしたら昔からあったのかもしれない、ないかもしれないけど、でも、うん、やっぱりその糧の中でなので、全くうちはそういうの分かんないんですけどっていう方も割と多いですね。でもその方たちがチャネリングはできるようにはなりますのでっていう形です。で、感じてる子たちはそれをもっとしっかり、なんていうのかな、軸を作ってその感じてるものの幅というか太さをもっと広くしていくという作業をさせてもらってます。それでいいんだっていう、それイコール自分を信頼っていうことにつながってくるんだけども、やっぱなんかそこの部分をすごく確信をだんだんしていってもらうようになって、でご本人たちも、あ、自分がこう感じてんだからそれでいいんだよねみたいな感じにはなっていくと思います。それまではやっぱりこれ本当にいいの、そうなのかなとか、クレッションマーククレッションマークで来てるじゃないですか。気のせいで終わってしまった部分とか、でもそういう部分が、あ、確信にだんだん変わっていくっていうことは多いかもしれないですね。感じたことを淡々と行動にしていくこと、すごい地味な作業、地味で一つ一つ、あ、これやろうって決めたんだから、こう一つ一つ積み重ねていく、やっぱそういうことなんだと思うんですね。私の場合は一つ一つこう確実に行動に起こしていくっていう形を今まで取ってきましたね。割とね、自分が大事にしている言葉だったりとか、なんか例えば極端、周りがみんな、なんか家族が笑顔でいたらいいよねって、例えばそういうことかもしれないんですよね。だからそのためにはじゃあどうしていこうかなっていう部分も十分立派な使命だとも思うし、本当にこうその生まれてきた環境、ある環境って絶対自分で選んで生まれてきた、その環境、生まれてきたりとか選んだ環境なので、その中がまずはこう楽しくできるようなことも一つの使命として考えてみたらいかがでしょうかね。自分の感じたらまずは一歩を踏み出してみてください。で、やっぱり先ほども申したように、これがないからできない、あれがないからその使命を果たせないって思われる方は割と多かったりするんですけど、そうではなくて、今自分のテリトリーのっていうかな、できる範疇からの一歩の積み重ねが結果としてそこに人とのご縁っていうのも出てくるし、いろんな形でサポートも出てくると思うので、やっぱそこをまず自分が一歩踏み出し、できることからやろうって、まずそこを淡々と進んでみられたらいかがでしょうかね。うちに来てやっぱり自分のために、まずは自分のためって来られる方は多いんです。その中から、あ、じゃあ自分も周りの方にちょっとお役に立ちたい、力を、ね、力になれるのならっていう形になっていくんだけども、それはやっぱりご本人の意っていう部分があるので、やっぱ全員が全員じゃあセラピストになるっていう部分でもないかなと。ただやればできるやれば必ずみんなできるようには、セラピストのコースになれば確実になるんですけども、そこはご本人の意という部分をまず最優先、なんかやりたかったらちょっとやってみようって思われる方ももちろんいらっしゃるし、プロとしてやってらっしゃる方もいらっしゃるし、全然セラピスト活動しない方もいらっしゃいますね。さまざまでございます。でも自分のためには絶対なってるっていうのは皆さんおっしゃってくださってるので、そういうところで活かしてもらえれば
いいかなって思うんですね。その人が本当にこう元気に人生楽しくいけたらいいじゃないですか。それだけでも周りに与える影響って絶対大きいので、だから、いろんな方がいらっしゃいます。